では今日のメッセージのタイトルを確認しましょうコリントビトへの手紙第127回復活その1ですサブタイトルがキリストの復活15章1節から11節15章の最初の11節を取り上げますでは朗読をお願いしますコリントビトへの手紙第1第27回 復活、その一。キリストの復活。コリント人への手紙第、第一。十五章、一節から十一節兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、 この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また、葬られたこと、また、聖書に書いてある通りに、三日目に蘇られたこと、 また、ケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは五百人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中には、すでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、 月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は、使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが、神の恵みによって、私は今の私になりました。そして、私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。 働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。はい、ありがとうございました。では、タイトルを確認しましょう。コリント人への手紙第1、27回目ですね。復活その1、サブタイトル。 キリストの復活。15章1節から11節ですね。いつものように、はじめにのところで文脈の確認をいたしましょう。文脈の確認。7章から、コリント教会からの手紙に書かれてあった質問にパウロは答えています。最初は結婚に関する教え。次が偶像に捧げられた肉。 次が女のかぶり物。次が生産式。そして前回まで取り上げてきたのが三玉の賜物、これが十二、十三、十四と三章もかけて三玉の賜物ののテーマを取り上げました。今日は六番目復活。これが十五章です。第一コリント十五章っていうのは復活に関して最も多くのスペースを割いて 説明している、まあ。復活を教える主要な聖書箇所ですね。でちなみに、この復活のテーマは、コリント教会からの手紙にあったこれらの質問とは別です。この質問は書かれていなかったんです。そのことは徐々に解説していきたいと思います。復活の内容を区分してみましょう。4区分して学ぶことになります。 一番目がキリストの復活。これ今日の箇所です。二番目が死者の復活。これキリストの復活と死者の復活とはテーマが違うんです。三番目、体の復活。これも微妙にテーマが違います。三十五から四十九節。四番目、奥義とパウロが言っている内容。これを学ぼうとしています。五十から五十八。キリストの復活、死者の復活。 体の復活、そして奥義。はい、では注目すべき点を確認してみましょう。注目すべき点、一、はい、番目。復活に関する質問はコリント教会からの手紙にはなかった。なかったんですね。じゃあなぜパウロがこれを取り上げるのか。しかしパウロはこのテーマを取り上げる必要性を感じていた。復活について教えなきゃいけないと。 彼は思っていたわけですねパウロが18ヶ月に及ぶ奉仕を終えて教会を去ると偽教師が侵入してきたパウロがコリントで伝道し弟子訓練し教会を建て上げた期間というのは18ヶ月ですその後彼はいなくなるわけですが偽教師が侵入してきた、はい、ある者たちは死後の命は信じたが 肉体の復活は否定した。まあ、死んだら魂は生き延びるけれど肉体は復活しないんだと考えていた人がいたわけです。さらにまたパウロの人としての権威を疑問視する者も,も出てきた。パウロが人としての権威を持ってないんじゃないかと考える者も,も出てきた。そんなわけでパウロは復活について教える必要性を感じたわけですね。はい。 パウロはこの箇所でこれですね。復活がキリスト教信仰の土台であることを教える。そうなんです。復活があるかないか、あったかなかったかでキリスト教は立ったり倒れたりします。復活こそキリスト教信仰の土台であることをパウロは教えるわけです。これが注目すべき点です。では今日のアウトラインを見てみましょう。 アウトトラインキリストの復活4区分して今日学ぼうとしています。1番目復活の事実1から4節2番復活の目撃者5から7節3番パウロの体験8から10節4番まとめ11節ですね。そして今日の着地点見てみましょう結論です。福音の信頼性について 再確認をしたいいと思いますアウトラインもう一度確認しましょう。4区分です。キリストの復活について1番目、復活の事実。2番、復活の目撃者。3番、パウロの体験。4番、まとめ。そして今日の結論、着地点。福音の信頼性。これを確認したいと思います。さあ、これでイントロダクション終わりました。これから本論に入ります。 ご準備いいですか ?Are you ready? はいありがとうございます。ではキリストの復活について学んでみましょう。1番「復活の事実」1節から4節ここでパウロが強調しているのは「復活は 歴史的事実だということです。復活は歴史的事実だということです。一節二節見てみましょう。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、 この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。はい、一節、二節です。パウロは福音の内容を確認します。福音っていうのは良き知らせ。good news のことです。good news の内容を再確認します。だからこれは彼が初めて教えてるんではないんです。これは新しい教えではなくて、 コリントの信者たちがすでに知っていたことを確認しているわけですこの福音の内容がパウロが伝えた内容なんですパウロが伝えた福音というのはどういうものなのかコリントの信者たちはパウロが伝えた福音を受け入れたんですその結果救われたんです福音を受け入れ彼らは恵みと信仰によって救われたんですこの原理は今も 変わりません私たちも福音を信じる信仰によってそして恵みによって救われます永遠の命を与えられますねこれ以外に救いいの方法はないわけですだからパウロはそこから外れないように再度福音とは何かということを確認している大事ですね私たちも知らないうちにいろんなものをくっつけてくるんです。 定期的に福音に立つということを確認する必要があります。で、パウロが伝えた福音には、復活という要素が含まれているんです。もし、復活が事実でないなら、福音は福音ではなくなるんです。福音の中には復活が含まれている。それが歴史的事実でないならば、福音は虚しくなる。欠陥のある福音を信じても、それは 無駄になってしまうそれゆえ今日私たちが学ぶべきは偽りの教えに惑わされないでパウロから聞いた福音に立つべきです。パウロはそれを神から聞き私たちに伝えていてくれるわけです。二節私がどのような言葉で福音を伝えたかあなた方がしっかり覚えているなら。 この福音によって救われますそうですねその通りです次3節4節パウロはこう宣言します私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことですこれは最も大切なことだったキリストは聖書に書いてある通りに 私たちの罪のために死なれたこと。また、葬られたこと。また、聖書に書いてある通りに、三日目に蘇られたこと。はい。ここでちょっとストップしておきます。三節四節。これが福音の内容なんです。パウロは、私も受けたことであってと言っています。つまり、パウロは神から 福音に関する啓示を受けたんです。これはパウロが自分で考えたものではないんです。神から啓示された内容をパウロは最も大切なこととしてコリントの信者たちに伝えたんです。私たちも今パウロが書いたこの手紙からその内容を学んでいるわけです。そしてパウロは3節パウロは キリストは聖書に書いてある通りにと言ってます。さらに4節に行くと、また聖書に書いてある通りにって言ってます。つまり、福音の内容は聖書に書いてある通りの内容であると言うんです。ここでの聖書というのは新約聖書ではありません。まだ新約聖書はできてないから、旧約聖書のことです。旧約聖書に予言されてる通りの内容が福音なんだというわけです。 じゃあ、福音の内容。パウロが受けた啓示の内容を分割していきます。3項目あります。それを一つずつ押さえてみましょう。まあ、今、私たちが学んでいるこの内容は、聖書の中では最も重要な教理です。キリスト教信仰の今、中心に近づいているわけです。啓示の内容は3項目あります。1番目。キリストは、 私たちの罪のために死なれた。これが一番目です。少し解説します。キリストの死は自分の罪をあがなうためではなかった。キリストは自分の罪を償うために死んだんではないんです。キリストの死は殉教の死でもなかった。信仰の上に殉教したという死でもなかった。 キリストの死は私たちの罪の代価を支払うためであった。私たち罪人が支払うべき罪の代価を身代わりでキリストが払ってくださった。これがキリストの死の意味です。聖句はイザヤ五53の5から6。これは最後結論のところで再度取り上げたいと思います。一番目、キリストは私たちの罪のために死なれた。 これを皆さんは信じますかこれが福音の3要素の1番目のものです。2番目。また葬られた。はい、この内容を確認しましょう。葬られたっていうのは、キリストが肉体的死を経験したことを示しています。さらにキリストの遺体は、丁寧に埋葬されたんです。これは イザヤ書53章9節の成就なんですそういう意味でキリストが葬られたというのは非常に重要な情報になっているわけです。イザヤ書53章9節が成就しましたよ。また葬られた。キリストは私たちの罪のために十字架にかかりまた葬られた。そして3番目3日目によみがえられた。はい 多数の目,目撃者たちがいます。それが次の説明になってくるわけです。旧約聖書では詩篇16篇の9から10がこの予言になっています。この3項目ですね。キリストは私たちの罪のために死に、墓に葬られ、3日目によみがえり、今も生きておられる。この3項目を受け入れ、 キリストが今も生きておられる救い主であるということを信じた人、キリストに信頼を置いた人は救われるんです。三項目を知的に了解しただけでは救われているとは言わないんです。三項目を理解し受け入れ、キリストをそのような方として受け入れて信頼した時に救いが与えられるわけです。この三項目、あなたはイエスと言えますか 信じていると言えますかもしそう言えるならあなたは救われています。その感謝のことにその救いが取り去られることはありません。永遠にその救いは私たちのものです。もちろんその後救いを得た者としてどのようにして生きるかはまた別のテーマに入ってくるわけです。これは聖火というテーマに入ってくるわけです。いずれにしてもそれを信じたなら私たちは 神との平和を持っているんです神と和解しているんです神の怒りから救われているんですアーメンと言えた方宣言しますイエスキリストの名によってあなたは救われ永遠の命を与えられていますアーメン喜んでください二番目のポイントに行きましょう復活の事実が終わりました二番目は復活の目撃者五節から七節 復活が事実だっていうのは目撃した人がこんなにいるんですよという話になってきますね。5節から7節を見てみましょう。復活を目撃した人が今からリストアップされていきます。5節またケファに現れそれから十二弟子に現れたことです。 その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。5節から7節はい。復活の目撃者がリストアップされています。それを 一つ一つ取り上げていきたいと思います。まず一番目。ケファです。ケファっていうのはペテロのことです。ペテロに現れた。はい。キリストは三度もご自身をいなんだペテロに最初に現れた。ペテロは三回もキリストを裏切ったんです。そのペテロにまずキリストが現れた。順番から言うとペテロは最初。 で、これは何を表しているかというと、キリストの恵み深さの表れです。裏切ったペテロに現れてくださった。さらにこれはペテロの優位性の表れである。これから人集団を形成し、それを導いていくのがペテロであるということを、これは証明しているわけですね。キリストはまずケファ、ペテロに現れました。これは キリストの恵みであるこれはペテロの優位性を示しているということ。次に十二弟子に現れました。この時にイスカリオテのユダは死んでいました。ですから厳密には11人ですね。トマスがいないところにキリストが現れるという場面もありました。あの場合は10人ですね。 でも、十二使徒と言われているわけです。あるいは十二弟子と言われているわけです。十二弟子という言葉は、これは使徒集団を指す言葉です。ですから、それが十一人であっても、人数が十二人いたと言ってるんではなくて、使徒集団のことを十二使徒と言ってるわけです。つまり、使徒集団はイエスの復活を目撃したということです。三番目。 500人以上の兄弟たち。はい。これはガリラヤで起こった出来事です。ガリラヤでイエスが復活し、500人以上の目撃者に同時に現れたわけです。あるいは500人以上の目撃者が同時にキリストを見たわけです。500人の目撃者の大多数は今なお生き残っているとパウロは言っています。今もなお 大多数のものが生き残っているだからキリストの復活を疑うなら生き残っている彼らに質問するより、彼らは見たことを見たままに証言してくれるからというわけですケファが見ました十二弟子が見ました五百人以上の兄弟たちが見ました四番目ヤコブが復活のキリストに出会いました このヤコブっていうのは誰かというと、これはシュイエスの弟のヤコブです。で、彼は未信者の状態で復活のイエスに出会い、信者になりました。大変立派な人で人格者、大変尊敬された人です。そのため彼は後にエルサレム教会の監督となりました。エルサレム教会の指導者となったわけです。それは、 使徒の働き15章13節を読むとわかりますね。エルサレム会議という会議が開かれたときに彼はその議長役、最終的な結論を導く役割を果たしています。イエスの弟ヤコブが復活のイエスに出会って信じるものになった。これが4番目ですね。ケファ、ペテロに現れた。十二弟子に現れた。500人以上の兄弟たちに現れた。 ヤコブに現れたそして5番目に出てくるのが全ての人たち先ほど12弟子というのが出ましたがそれ以外の人たちですはい12人はあるいは12弟子は第一グループの人たちであるそれ以外にいわば第二グループと呼んでもいい人たちがいたわけです第二グループの人たちが いました。使徒である資格は何かというと、復活のイエスに出会っていることです。ですから、第一グループも第二グループも使徒たちは全員復活のイエスに出会っている。復活のイエスに出会ってなければ使徒たちと呼ばれることはないわけです。第一と第二の違いは何かというと、イエスの交渉外の期間、共に生活をしたかどうかです。第一グループは イエスの交渉外の期間、共に生活をしました。これが違いです。このように、5つのグループが出てきました。ケファ、ペテロ、それから12弟子、500人以上の兄弟たち、ヤコブ、そしてすべての人たち。5つのグループをパウロは例にとって、これだけの目撃者がいるんだと迫ってくるわけです。これで、 復活の事実が終わりました。二番目、復活の目撃者が終わりました。今度は三番目にパウロは自分自身の話をします。それが三番目、パウロの体験八節から十節です。これを見てみましょう。先ほどのリストから言うと、これ六番目ですね。リストの六番目は。 パウロです。で、パウロは、人の中では一番最後に人となった人です。で、パウロは確かに、復活のキリストに出会ってます。人の働き、九章三節から六節、ダマスコに行く途上で、復活のキリストに出会い、彼は救われました。彼もまた、 復活のキリストの承認となりました。ただ、八節見ると、彼はこう言ってます。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。はい。注目すべきことは、まず最後につまり、 復活のキリストに出会った一番最後がパオロであるつまりパオロは一番最後に使徒として召された人物であるということです。彼はダマスコと情で復活のキリストに出会いました。最後にということは次、月足らずで生まれたもののような私ということはです。月足らずで生まれたっていうのは普通は胎児っていうのは 母親の体内で月が満ちるまで過ごして月が満ちた時に生まれるわけですが月が満ちる前に生まれる小さな体で生まれる子も時にはいるわけですね。これは比喩的言葉です。つまり他の人たちは第一グループの人たちは交渉外の期間キリストに付き従っていた。つまり体内で胎児が 月が満ちるのを待って成長するような過程を経て復活のキリストに出会っている。ところが、パウロは自分に関しては、交渉外の期間、イエスと生活を共にすることはなかった。交渉外のイエスを共に生活を通して体験することはなかった。その私が人として召された。それが月足らずで生まれたもののような私。 という言葉ですもう一つキーワードはのの中ででは最もも小さいものでありとありますこれも大事な言葉ですね。人の中では最も小さいまた人と呼ばれるに値しないものだ。なぜかというと彼は最初神の教会を迫害していたんです。交渉外の期間キリストとともに生活をしなかっただけではないんです。 五純節の日に精霊が降臨して誕生したキリストの体なる教会を迫害したんです。それはすなわちイコールキリストご自身を迫害することを彼はやってしまったわけです。そういう自分が人となっている。私は人の中では最も小さいものだ。私は人と言われるに値しないものだ。ここにはパウロの溢れるばかりの感謝が 含まれているわけですそれが次の十節ですところが神の恵みによって私は今の私になりましたそして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず私は他のすべての人たちよりも多く働きました働いたのは私ではなく私と共にあった神の恵みなのですがはい 節ですねパウロはね自分が今あるのは神の恵みによるんだ今の自分は神の恵みによって立て上げられた自分なんだまあここにはねなんて言いますかね聖書の原則多く許された者は多く愛するようになるんだあの人は本当に神様を愛しているイエス様を愛している忠実な信徒だ なぜああいうふうな生き方ができるのかその人の内側にはたくさん許されたたくさん愛されたという感謝の思いがあるわけですね多く許された者は多く愛する多くの恵みを受けた者は多くの奉仕をするようになるパウロは自分に関してこう言ってますこの神の恵みは無駄にはならずと言ってますねこれは 健全な健康な自己認識の言葉ですね。パウロは私は他のすべての人たちよりも多く働いた。見てください。こんなに奉仕をしてるんですよ。これ事実なんです。ただ、それは事実ですけれども、パウロの自慢にならないように、パウロが傲慢でないことを説明するために補足説明を付け加えています。 彼は何て言ったのかというと働いたのは私ではなく私がやってるんだけど私ではなく私と共にあった神の恵みなのですがと彼は補足説明をつけていますこれが健全なクリスチャンの自己認識ですね働いたのは私ではなく神の恵みがあったからこれができたんです私は誰よりもよく奉仕しています でもこれは私ではなく神の恵みがあったからできているんです。このバランスの中に素晴らしいクリスチャンの自己認識がありますね。これで復活の事実が終わりました。さらに復活の目撃者のリストアップが終わりました。そしてパオロの体験3番目、パオロの体験が終わりました。これだけのことを言って11節4番目にまとめに入っていきます。 まとめはいとにかく私にせよ他の人たちにせよ私たちはこのように述べ伝えているのでありあなた方はこのように信じたのですそれがこの箇所キリストの復活の結論ですねパールはここで何を言いたいかっていうと私にせよ他の人たちにせよ他の人たちにせよっていうんです 使徒と呼ばれる人たちが伝えた福音、一致しています。つまり使徒たちは福音理解においては一致していて、同じメッセージを伝えたんだということです。特に一致している点は、キリストの復活は歴史的事実であるという点では一致している。キリストが私たちの罪のために十字架につき、 墓に葬られ、三日目に蘇り、今も生きたられる、この歴史的認識においては一致していると、パウロは言っているわけです。ということは、どの人から福音を聞いたかは全く問題ではないということです。人たちは一人一人が神が用いた器なんですが、彼らが伝えるメッセージは全部同一なんですから、誰から聞いたに関係なしに、 コリントの信者たちは唯一の福音を聞いたんです。そしてその福音を信じたことにより救われたんです。それが重要なポイントです。私も、ハベスタイムの働きも、この一点ですね。純粋な福音をお伝えして、この福音を信じ、イエス・キリストの信頼を受けば救われるという、この一点において、人たちが伝えたことと寸分違わない、 純粋な福音を伝えたいと願っているわけです。ですから先ほどもこれを信じた人は救われていますと宣言したわけです。これは私が言っているんではなくて、聖書が言っている。人たちが言っている。キリストがおっしゃっているわけです。結論、まとめは、どの人から福音を聞いたかは問題ではない。同じ福音を聞いて救われているんですよということですね。 さあこれで今日の本論が終わりましたので残り短い時間今日の結論に入りましょう結論は「福音の信頼性」ですこれを見てみましょうまあ福音の信頼性という時になぜ福音を信じられるのかって話です私もそう思ってました昔ですねクリスチャンになる前は この人たちはよく信じてるな。私もこれが本当だったら信じたいと本当に思いましたね。これが本当だったら信じたいと思っている方はたくさんおられると思います。と同時に2000年前のキリストの十字架が今の時代を生きている私に何の関係があるのかと思っておられる方も多いわけです。福音は信じていいんですよ。 福音は信頼できるんですよという理由を今から3つ申し上げますね。1番目、今日学んだことの復習になりますが、1番目、旧約聖書の裏付けがあるということ。これがポイントです。旧約聖書の裏付けがあるんだ。さあ、3つ、旧約聖書の箇所を挙げたいと思います。まず1番目、キリストは、 私たちの罪のために死なれた。キリストは私たちの罪のために死なれた。これが、イザヤ書53の5から6の予言の成就なんです。じゃあ、イザヤ53の5から6に何と書かれてあるのか、今から紹介します。一緒に読みましょう。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの戸鹿のために砕かれたのだ。 彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべてのものの尖を彼に負わせた。はい。イザヤ書53-5から6。これはまさに、キリストの十字架の死が、罪人の 身代わりの死であったことを予言している内容ですねこれがキリストが誕生する約800年ぐらい前に予言されているわけです。この予言通りにキリストが十字架におつきになった。だからパウロは聖書が言う通りに聖書が教える通りにって言ってるわけです。旧約聖書のイザヤ書53の5から6の予言は成就したんです。2番目、2つ目の聖句。 また葬られた。これがいざ五53の9です。はい。これを紹介しましょう。これ,これもご一緒に読んでください。彼の墓は、悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかった。はい。この聖句は、キリストが罪人と同じように墓に葬られるんだ。その墓は 富む者の,の墓なんだということが予言されているわけです。これ、この予言が成就したんですが、なぜこれがそんなに重要かっていうと、当時十字架刑に処された者の,の遺体は放置されたままになったんです。空の鳥が来て食うか、獣に食われて終わりです。だから、丁寧に埋葬されるっていうのは、これは例外中の例外であったわけです。その例外が 成就したわけです。キリストはアリマタヤのヨセフという止める人の墓に葬られたんです。手厚く葬られました。これは予言の成就なんです。この予言の成就はキリストがメシアであること、イエスがメシアであることを証明している出来事なんです。イザヤ五53章の9が成就しました。3番目に 三日目に蘇られた。この聖句は、詩篇十六の九から十です。三日目に蘇られた。詩篇十六の九から十です。この詩篇が、キリストの復活の予言であるということを、新約聖書は何回か引用して説明しています。その内容を見てみましょう。詩篇十六の九から十。それいえ、私の心は喜び。私の胸は喜びにあふれます。 私の身も安らかに住ま,います。あなたは私の魂を読みにしておかずあなたにある経験なものに滅びをお見せにならないからです。このように魂を読みにしておかないあなたにある経験なものに滅びをお見せにならないこれがキリストの復活の予言だというふうに新約聖書の記者は解釈しています。3日目の蘇みがりも聖書に書いてあるとおりに キリストが,よみがえったとということつまり福音の信頼性キリストの復活の信頼性はどこにあるかというと旧約聖書の裏付けがあるというところにあるわけです。2番目今日のメッセージの確認にもなりますが目撃者が多数存在しているこれは2番目今日リストアップしましたね、はい。6つのグループがリストアップされていた。 6番目がパウロ自身の体験でした。それ以前は客観的な証言者のリストで、6番目がパウロ自身が、私もこれを受けたんだ。私もこれを体験したんだ。と言ったわけです。さらに、キリストに出会った12人たちは、福音のために命を捨てた。まあ、福音のために迫害されても、その証言を曲げなかった。私たちは見たこと、聞いたことを、 証言しないわけにはいきませんと。この証言は重いですね。人は嘘のために命を捨てるのは難しいです。でも、真理のためであれば命を捨てることができるんです。真理に逆らっては何一つすることができないんです。だから私が最終的にキリストの復活を信じたのは、人たちの命がけの証言があったからです。それは、今日であれ、 2000年前でああれ変わることがりません2000年経ったからその証言が信用できなくなるわけではないんです。命がけで証言した人たちの証言は重いです。そして3番目。現代人のためにこれを強調したいです。理屈に合っている。<laughs> キリストの復活は信じる方が理屈に合ってます。1、2、3とありますから全部挙げていただきましょう。 はい、あのここでね強調したいのはね2,000年前の出来事をどうして信じることができるんですかと質問する人がよくおられるんです。時間が経過すると信頼性が減少していくんですか減価昇格していくんですかそんなことはないんです。 そこに書かれてある出来事が事実であるかどうか判定するときにいくつかの基準があるんですね。例えばどういう基準があるかというと、ある出来事に関して、この場合はキリストの復活ですよ。イエスが死んで墓に葬られ復活した。そのことに関して複数の独立した証人がいるということ。今日6つのグループのリストアップがありましたが、複数の独立した証人が いるんだ複数の独立した目撃者と言い換えてもいいですね目撃者体験した人たちの証言があるんだこれがポイントです複数ということがポイント1人ではないということ複数いるんだとユダヤ的には2人いないし3人の証人しかしキリストの復活の場合は500人以上の兄弟たちが同時にそれを体験してるんです2番 彼らの証言はその出来事からさほどの時間を経ずに記録された。つまり、目撃証人がいるんだけど、その記録が何百年か経ってから書かれたっていうんじゃないんです。まだ目撃した証人が生きている時代にその出来事について記録されてるんです。複数の目撃者がいるんだ。 彼らの証言が出来事から差をと時間を置かずに記録されている。まさにキリストの復活の記録。今日読んだパウロの手紙も同じことですが、1と2の条件を満たしているわけです。3番目、意外なことですが、これ重要なポイントなんだ。複数の反対者たちがいるんだ。疑う人や反対する人たちがいた。まあ、特にユダヤ人たち。 ユダヤ教の指導者だ、指導者たちがそうでしたね。反対者がいるんだ。そういう中でこのことが書かれているということ。これとても大事なこと。何百年も経って反対する人がいない状況の中で楽々と書いてるんじゃないんだ。もし嘘を書いたらそれを指摘される。それはそうじゃないだろうと言われる人がいる状況の中で、この情報が書かれている。 キリストが復活して、グッドニュースが世界に広がっていくという、このタイミングはね、この状況を満たしてるんです。目撃者がいて、複数いて、彼らが証言してるんです。彼らの証言は同時代に文章がされているんです。そしてそれを否定する人たちが複数いるんです。そういう中で、私たちにこのことが伝わってきてるんだと。時代は信頼性を破壊しないということ。 私はイエス・キリストが文字通り復活したということを信じます。今日パウロが教えていることは、復活の歴史性を証明してるんです最近の神学ではね、こういうふうに言う学者が多いんです。キリストが、聞いてくださいね、キリストが事実復活したかどうかは問題ではない。弟子たちの心の心中に キリストは復活したんだという認識が生まれたことこそ重要なんだ。もう一度言うよ。キリストが本当に復活したかは問題ではない。弟子たちの認識の中にキリストは復活したという思いが生まれたことが重要なんだというわけです。とんでもないことです。キリストが復活したかどうかは歴史的事実であるかどうかは極めて重要なこと。それが事実だからキリスト教は立ってるんです。 成り立ってるんです。土台のない誤った教師たちの教えを信頼してはなりません。キリストは事実、蘇られた。私がクリスチャンになった、真理を求め始めたきっかけはね、死に対する恐れです。子供の頃、母親が病弱でよく気を失って死にそうになっていた。小学校4、5年の頃です。人は死んだらどうなるのか。もう怖くて怖くてしょうがない。 高校時代、大学時代、その恐れ、悩みがいよいよ深まっていったんです。そして、もし死んで何もないならば生きていてもしょうがないというところまで行ったんです。真理を求めるためにクリスチャンの友達に誘われて教会に行くようになったんです。最初思いましたよ。よくこんなことを信じられるのは、この人たち、おめでたい人たちだな。 でも彼らが真剣に信じている姿を見て、私はこう思いました。もし、神がおられるなら、そして死後の世界があるなら、そしてキリストを信じて救われて永遠の命と復活の命があるとするならば、僕も信じたいと思ったんです。そして今、理性的にも、まあ、理屈の面でも、感情的にも、霊的にも、私は100%、キリストの復活は、 事実ですキリストは今も生きておられると一人でも多くの方に伝えたいと願いそのように伝えているんですねぜひ今日このメッセージをきっかけに福音の3要素を信じてイエス・キリストに信頼を置いてください祝福を祈りましょう天の父なる神様今日このメッセージの最後に 信仰の告白をされる方がおられることはあなたはご存知です。どうぞ、イエス・キリストを信じますという告白へと導いてください。あなたが今、まだ信じていない方の心に働きかけ、導いておられることを感謝します。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。信じた方は、 神様にこう祈ってください。天の父なる神様、イエス・キリストが私の救い主であることを信じます。どうぞ私を許し、神のことをしてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい。この祈りをされた方は、今日はあなたに許しと永遠の命が与えられました。神様に感謝します。 さあ次回も復活のテーマが続きますね。次回はキリストの復活から次のポイントに入っていきますので楽しみに待っていてくださいね。